キットマン北海道探索チャンネル、砂川市です。夜のスナックの様子、砂川の石狩川、解体されたパチンコ屋さん、喫茶サダヒの現在の様子、オリエンタルボールの様子です。ご覧ください。 砂川駅でございます。特急列車も停車します。昔は線路の数がたくさんありました。なぜならば、ここから宇多市内線、上砂川支線などがあったため、線路がね、たくさんあった大きな駅だったということでございます。 砂川駅前のロータリーです。タクシー乗り場やバス停留所があります。正面にボーリング場であるオリエントボールの広告なんかが見ることができます。この建物は居酒屋なんですが、10年以上前から入り口などが封鎖されて使われていない状態となっております。砂川オリエンタルボールでございます。そういえば深川にもあったよなと思いましたが、深川はセントラルボールでしたね。深川の方は閉店しております。 砂川駅前バス停留所でございます。主に歌手内方向や滝川方向に行くことができます。このバス停留所、ストップの P がね、どっか行っちゃいました。1986年の9月に開業した砂川パークホテルでございます。この建物のデザインなんかも昭和らしいオリジナリティのある、個性のあるホテルですね。このように昭和61年、1986年に建てられたと書いてあります。 窓や窓枠の形なんかも非常に素敵ですし階段の踊り場部分の光を取り入れる部分ですねこういう窓の形も素敵ですしこの英語の書体いいですね砂川パークホテルには泊まったことないですがこのような置いてある備品からあこういうような内装だとか設備なのかっていうのを見ることができました 広いさら地があるんですけれどもここは以前どんな建物があったんでしょうかご覧のようなパチンコ屋さんがありましたこちらは石炭や石油を販売するお店さらに昔ながらの形をしている商店なんかが並んでおります セブンイレブンがありまして、振り返ったところに、苗村の役場があったところって書いてるんですが、1891年に滝川村から分離した苗村の役場がここにあった、そのような史跡の跡があります。 奥には721系が走っております。そしてこちらが田中旅館です。非常に気になる旅館だったので、どんな旅館なのか、まあ写真なんかをね見てみたんですが、非常に落ち着く和室で、さらに茶菓子なんかも用意されているということで、泊まってみたいなと思いました。周辺にはさらに美容室、自転車屋さん、鶴葉ドラッグなどがありました。こちらのね、鶴葉ドラッグの駐車場もかなり広くなっております。 ひたすらまっすぐ走る国道12号線ですがこの砂川辺りも昭和の素敵な建造物を多く見ることができますそれでは交通がどういう風になっているのか見てみましょう中央バス北6丁目という停留所なんですが滝川方面に約30分に1本はバスがあります国道12号線ということもありますし滝川や深川などの大きな町があるので本数が多いのだと思います ここをもう少し進んだところに、2015年、スピードを出し過ぎた車にぶつかられて亡くなった方の現場があります。BMW に乗った a さん111キロ前後で走行し、軽ワゴンに乗っていた5人の車とぶつかった、そのような事故がありました。 事故と言いましたが判決が出たので事件ですね。で、ぶつかられた軽ワゴンっていうのは約60メートル吹き飛んで、夫と妻が即死。長女は外に投げ出されて車の一部が刺さり即死。 長男は外に投げ出された後、並走してきた車に轢かれて、1.5キロ引きずられ死亡。次女は生存したんですが、脳に障害を持って現在に至るということでございます。さらには調査をしている、その砂川警察署の警察官、二日酔いで運転して検挙された、そのようなことが起きた場所もこの近くにあります。 砂川駅から石狩川方向である西側へ歩いていきますこのようにお花がね色とりどりに咲いていて散歩のしがいがありますね非常に大きなマンションがあるんですが人の気配がありませんでした、まあ、何人かはいるのかもしれませんがちょっとね雰囲気が暗かったですさらに進んでいくとハローワーク砂川というところがありましてどんな仕事があるのか見てみることにしました ここでどんな仕事が募集されているのか詳しく載せるとハローワークの役割がなくなってしまうので大雑把にしか言わないですけれどもまあ作業員だとか介護だとかまあねいろんなかなり幅広い業種が募集されていました夕張市役所でもねこういうような求人募集があったんですけれどもそこではねあ,あまり仕事がねなかったかなというイメージでございます 集合住宅もありまして、窓や扉に木の板が張られている状態でした。人はもちろん住んでいませんでした。この形の建物がね、もっとあったのかもしれません。この施設は触れ合いセンターといって、健康教育に関することを行っております。生活習慣病とか、癌の検診なんかを行っているそうです。この建物、一瞬 NTT かなと思ったんですが、石狩川のポンプ場でした。 石狩川を見たいということで道を探したんですが道らしい道も、ね、この道ぐらいしかありませんでした。歩道扱いなのかもしれないんですけれどもかなり草が、ね、すごいことになっておりました。 奥に見えるのが熊根尻山とかあの辺だと思います。新突川方向です。太陽光パネルがないこの広がった景色っていうのは非常に素晴らしいですね。これを聞いて、よし、太陽光パネルを作ってやろうとかね、思わないでいただきたいなと思っております。なんとなくね、草をかき分けていくと石狩川が広がっているのを見ることができました。 札幌に住んでいる人であれば石狩川っていうのはね車に乗って橋を渡るときにわあ、でかい川だなとかって見ることはあると思うんですが砂川とかこの辺りの石狩川がどういうふうになっているのかっていうのはねなかなか見ることがないんじゃないかなと思っておりますかなりもう砂川の時点で川の幅も広いですねで魚もいましたポチャンつってねどっか行っちゃいました 1972年創業オリエンタルボールでございます。深川にもあったよなと思いましたが、あちらはセントラルボールでしたね。70年代というのはボーリング場が多く作られましたが、70年代独特のデザインだとか、ライトの形状とか見応えありますね。 ボーリング場施設の隣にも同じ色の建物がありまして、これは宿泊施設なのかなと思ってたんですが、ちゃんと入り口にね、学校って書いていました。どうやら看護専門学校のようです。色合いもボーリング場に似ていたので、付属する施設かと思いました。 ここからは砂川市の夜の街でございます。昼間に通ることはたまにあるんですけれども、夜に電気がついた状態で営業している状態でじっくり見るということが今までなかったので見ることができてよかったです。そしてこちらのビル、歌がうまい人いるな、カラオケすごいうまい人いるなと思ったら優先だったっていうね、そういう話でございます。 こういう階段のデザインとかもねずっと見ていられるのでいつまでたっても登ることはできませんでしたリバーサイドおそらく石狩川の川淵にあるからかなと思っていましたピンク色とか紫色のスナックの看板っていいですね昼まで見かけるような飲食店の看板にピンクとか紫ってあんまないですからね踊り場部分の数字っていうのは本当に個性的で書体も様々なんですね で夜だから空いてるかなと思ったんですが、まあ、結構空いていないお店っていうのも結構見ることができました電気とかついてないですからねただコロナ感染予防しますみたいな張り紙があるのでおそらくコロナ禍までは開けていたようなお店なんだと思います そして砂川市で一番好きな看板がこちらでございます。このダンス、これ過去の砂川の動画に出てきたと思うんですけど、ダンスのんの部分の点が星っていうところが最高なんですね。 柳通りの看板から眺める夜の街でございます。かなり暗くなってきたので、電気がどんどんついてきました。まだ私が来た時間が早かったのかもしれないですよね。6時とか、それぐらい6時台だったので、8時から開けるとかね、そういうお店もあるのかもしれません。 夜の飲食店の近くにある酒屋さんでございます。この建物すごい好きなんですよね。この看板部分の文字、すごいですね。味があります。白とオレンジの斜めに入ったラインの建物、非常に個性的ですね。一回見たら忘れません。 そして夜がどんどん深まっていき暗くなってきたのでライトも生えてきますこれね銭湯なんですけれども日曜日水曜日金曜日以外は営業しているということなので次来たいなと思いました 私はどの時間帯が好きかと言われたら、これぐらいの薄暗い時間帯が好きです。空も見えてライトも入るような時間帯が好きです。まあ、別な動画でもね、なんか説明したと思うんですが、非常にもうライトも入ってね、もう建物の色もわかるような、あそれぐらいの時間帯が好きですね。かなり昭和らしい素敵な大きな商店なんかが目立ちます。 市場でございます。前回ね23年前に来たはずなんですけれどもその時はボードゲームのカードショップなんかもあって市場のイメージとは違う感じで非常に面白かったですろうそくのような形のライトしかもミラーのところに生えてくるっていうねなかなか面白いシチュエーションでございますこういったお店の外壁なんかもね非常に個性的です夜になると居酒屋さんなんかが営業を始めていました そしてこの近くに貞広という喫茶店があったんですけれども、まあ、私の以前の動画にも出てきたその素晴らしい昔ながらの喫茶店があったんですけれども閉店した後解体されていましたこちらのね左の空き地でございます。 2021年にサダヒさんに行った時の様子なんですが、非常に店内も明るい感じで温かみのある感じでした。経営しているのはおばあちゃんで、まあ私とね話した時は店を閉めますとかね、そういうことは言っていませんでしたからね。で、これ看板なんですけどもね、非常に味のある看板ですよね。現在は解体されて、えー、空き地となっている状態です。 砂川から岩見沢まで列車を待っていたんですがまあ、電車が来るなと思っていたらなんとキハ4 0が来ましたエンジンサウンドをお聞きくださいこのキハ4 0っていうのも,もう完全にもう廃止になると思うのでこうやって窓を開けてエンジンの音を聞ける列車っていうのはね、本当にこれからなくなりますなので非常にもう最後の貴重な体験なのかななんて思っておりました まあ、車内はね、私だけだったんですけれども、滝川から岩見沢まで、まあ、あんまりね、乗車率は高くないと思います。岩見沢から札幌は結構乗車率はありました。そんな感じで、今回は砂川市の様子でした。この空地方面っていうのはね、もう線路も道路もずらっとまっすぐで、本当にだだ広い、そんな印象でございます。ありがとうございました。